皆さんお疲れ様です。からマブラさん、ケンケンさん、マハさん来てくださってありがとうございます。今日は NGT48 チーム G 公演、逆上がり公演のがありました。イエイ、たくさんの応援本当にありがとうございました。すごく嬉しかったです。そう、鍵穴今日私がやらせていただいたんですけど、聞き取りやすかったかな、どうかな、どうかな、どうかな。そう、えやきゃん今日ありがとうってありがとうございました。そう、今日は私推しの人が結構入っていってくださって、すごく嬉しかった。緑が赤くて目が優しくなれたね。ありがとうございました。そう、こんばんは、公演お疲れ様でした、ありがとうございました。本当にそうそう、ミヤマが喜んだって。ペイク、ミヤマ見つけた、初逆上り公演最高でした。ラチさんありがとうございました。よかったらまた明日じゃないや、また今度遊びに来てくださったら嬉しいです。ぜひぜひこれからもどんどん進化していく G 公演、楽しみにしていてください。今日の小芝居面白かったですか？今日の寸劇はその日下部愛菜ちゃんがいなくなったパターンだったんですよ。で、愛菜がいなくなった理由が、今まではその落ち込んでダンスがうまくいかなくて落ち込んで、みんなでどこに行ったんだろうねって話す内容なんですけど、今日はそのアイナが笹団子を食べてて遅れたんだけど、みんなは落ち込んで遅れている設定って思ってて、ちょっと複雑な感じだったんですけど、すごい私ね、すごい寸劇でよくわからないポジションにつけられるようになってしまいまして、まあね、 DMM を見てほしいなって思うんですけど、寸劇も G 公演ならでは、だから逆上がり公演ならではのものなので、ぜひぜひたくさんの方に見てほしい。同じパターンはありません、毎回違います。あれは美味しいポジション、そうなんです、ありがたい、嬉しい、ああいうポジションねやらせてもらえるっていう、まあ、キャラ的にって感じかな。明日ポンちゃんのレーンに遊びに行くんだけど何やらそうって、そうなんです、明日名古屋で、NGT48 のサードシングル春はどこから来るのかの個別握手会がラストなんですけど、よかったら遊びに来てください。名古屋遠いかもしれないし近いかもしれないんですけど、ぜひぜひ遊びに来てくださったら嬉しいです。明日の私服はまたあぐまつぐみちゃんとお揃いです。ぜひぜひ私服の方も楽しみに待っていてください。ひなぽんの回の寸劇面白かった、本当ですか？もう私ふざけすぎたかなってちょっと反省してるんですけどね。そう、双子の明日、双子の弟がひなぽんねに、ほんと？ゆうやん来るか、やっとね。そうね、高校野球ベスト8決まりましたね。今日そのたまたまレッスン、今日午前中にレッスンがあって、その後公演で、公演の時は全然もう何も見えなくて、レッスンの合間に今秋田県出身のメンバーがいて、村上桃花ちゃんがいて、なんだっけ、金足農業高校の試合、横浜対だったんですけど、ずっと2人で見ていて、すごいやっぱ東北を押しちゃうって気持ちも分かるし、強豪校の横浜が勝ち残っていくのかなといういろんな思いがあったんですけど、やっぱ秋田県民の子と一緒に、まあ、横浜の草木彩奈ちゃんもいたんですけど、もくちゃんはすごい私が唯一高校野球で話せるメンバーでいつも盛り上がっているので、もくちゃんの一緒に秋田のね応援もしたりだとか、愛菜と一緒に横浜の応援をしたりだとか、すごいね、あの8階の裏でね、秋田高校、秋田がさよなら逆転ホームランをね打った瞬間は驚きました。もう打つ前に行くぞーみたいな、めっちゃシャーって声を出してて、その選手がすごい気合だな打つなっていう風に思っていたら、ホームランを打って、そ
それがね結果的になったっていうすごい瞬間を見ることができて嬉しかったし、他の試合も見たかったんですけどね、どういった内容かすごく気になります。明日もね見れたないんですけど、明日はどうなんだろう。明日はちなみに3部4部かなです。握手会ぜひぜひ遊びに来てくださいね。さよならちゃうぞって、え、さよならじゃない、さよならだよ、だってあれが結果的になったんだもん。さよならです。散々悩んだけな、悩んだ挙句みなちゃんの握手券初めて買っちゃったって嬉しい。トマトさんありがとうございます、嬉しい。ネビちゃんすごいよね、9回のねラストのイニングで自分の自己ベストの150を出しちゃうっていう、やばみちゃん。今日は特に大人っぽい、本当ですか、嘘。今日は大人っぽい、私すごいアンコールの時前髪を上げちゃうんですよ。そう、前髪が上がっちゃうからそこら辺注目してください。ジミーと白くなったってなってない、なってないね。スキャンもドラえもん面白い、ドラえもん全然見てないの。今日も楽しかったよ、てかちゃんだありがとうございました。そう、あやかりのドレスは治りませんか。カニちゃんはカニちゃんも別にも S どうなんだろうね、メンバーに対してはそんなだけどファンの皆さんだかなんじゃない。何話してんのって、何話してんだろう、わかんない、何話してんだろう、コメント読んでます。ミッドナイトバス DVD になるね、そうなんです、ぜひチェックの方よろしくお願いします。21日の試合見に行くってありがとうございます、頑張るね、頑張り頑張る、肩作らなきゃね。とね、今日はレッスンが朝からあってもう結構ね振り入れ振り入れってわけじゃないけど今リハーサルがあったんですよ。普通に、まあ、久しぶりにやった楽曲とかもあったし結構頭が混乱した上での公演で、その後公演のリハーサルとかもあって今日はね結構さ久しぶりに体を動かした気がする。めっちゃ体動かしたから今日はちゃんとストレッチとマッサージをして体のケアをしてから薬眠りたいと思います。ちなみに今日は9時までの配信です。2時間よろしくお願いします。2時間だけだけこうだけか結構今日ねリハーサルでマイク接触してね指怪我しちゃってめっちゃヒリヒリするの皮むけちゃった、血を収まったんだけど。メール来たってよかった、メール来ました。皆さん大阪桐蔭のネオくんすごいと思う、ネオくんすごいよね本当に、守備でもめっちゃファインプレー見せるし打撃も本当に5割だっけ6割だっけ5割だっけ6割だっけすごいよね本当に、打つとき打つし大事にありがとう、めっちゃやるよって。すごい今日はハードスケジュールの一つだったかなね、すごい体動かきちゃったね。何時まで公演だと、今日は公演が早かったんです。そのレッスンが12時ぐらいまであってで12時半から公演リハーサルが始まってで4時開演の6時半終わりとかだったのかな、だった。今日公演がすごい早かったんです。久しぶりかなって、ルイだ久しぶりですね、あ、だゆうや明日行きますって、てつやさんが今先ほどコメントしてくれました。だるまやっこでおめでとうございます。2年、自分2年で横浜高校の一区メンバーに選ばれた、すごいじゃん、す
ほいちゃん、これからもずっと応援してるよ、だから安心してね、ありがとうございます。今日は公演なんで早かったんだろうって、なんででしょう、支配人が長川に行きたいから早い、どういうこと分からんけど、綺麗な眉毛だって、嬉しい、眉毛褒められちゃったん。私の眉毛はね、こうへの字になってることが多いんです。への字だからなんかブニョブニョニョってね、分かる方は分かるんだけど、で明日ゆいねなちゃんと初握手、楽しみすぎて寝れるか心心配、一水さん、ちゃんと寝てください。寝不足だったらもう話せなくなっちゃうから、今日はじゃあ11時までには寝てください。肉球かわいい、それなの、肉球がかわいいの。でも足にしかついてないんです、肉球が。女風がなんちゃらっとるなあ。でもなろ、公演後なのに元気でさすがですって、元気だけが取り柄と言ったら嘘になるかもしれませんが、まあ一つの取り柄でしょう。10月の大阪での握手会楽しみだよ、ありがとうございます。ぜひね、4枚目シングルの方をぜひ皆さん遊びに来てください。個別握手会お待ちしています。だるまがやっこーって、ありがとうございます。なんで手には肉球、なんだろう、犬、そんなことないよね、よくわからんけど、握手会の時に日本風鈴ね、びっくりしました、ヒーロンさんって言うんですね、びっくりです、日本風鈴のユニフォームだと思って、ポンちゃん遊びに来たよって、横浜戦士さんありがとうございます。21日お邪魔します、よろしくお願いします。宿題終わりましたかって、終わってません、全くもってやっていません、先生に怒られる格好でやっていきません。はい、ここだけの話にしといてくださったら嬉しいですね。今日は中野ちゃん似てるねって、イクミンさんによく似てるって、もうご本人様から認められました。でも本当イクミンさんみたいに全然可愛くないですからね、すごい、私は恐れ多いです、ごめんなさい、恐れ多いですがすごく嬉しいです。また明日タケノコさんとクキさんの、やだ、いやです、そんなバカじゃないもん。初見です、りょうさくさん、りょうさくさん、イントネーションわかんないけど、はじめまして、NGT48 の高校、間違えた、 NGT48 のいつの旧少女高校3年生17歳のレナボンこと長谷川レナです。インスタグラムやってるのでからチェックしてみてください。そして NGT48 4枚シングルリリースイベント in 日本武道館の受付が始まっているので、よかったらそちらのね、初めての握手会遊びに来てくださったら嬉しいです、よろしくお願いします。ピッ、はい、先生に謝る宿練習しとかないとっていいんです、そんなの、そんなの練習しなくていいんです、なんとかなる。チェイムイトーレナーって、アニョーセヨーチャヌーンレナ長谷川イムニダ、違う間違えた、長谷川レナイムニダ、課題なんてやらなくていいんだよ、そうだよね、わかる、学生の人は共感してもらえると思うんだけど、やらなくていいと思うよ、こういうアイドルは絶対なっちゃダメだと思う、やった方がいいんだよ、そのコメント拾われると思わなかった、でも何でも拾います私は、もうコメントがないショールマイシン、私の多分見てられないですし、私もやってられないですね。中高6年間で長期夏休みの宿題出したことがない、それはね、まあかっこいい自慢ではないかもしれないけど、かっこいいって思う人もいるだろうねって感じですね。理系科目の宿題なら代わりにやってあげる、あ、私理科得意なんですよ、もう理科が得意で、しかも理科だって理科の宿題がありません、ないんです。いや、これはキュウイとミカの酢です、手作りです、手作りのお酢です、お酢割りすごく美味しいんです、炭酸割りですね、これは。そう、今日も酢、もうね、飲み物は基本酢です私最近、うん、うまっ。なぽんこんばんは、ライスバさんこんばんは。数学もないんです、もう高校で数学はやることないです私、もう家庭終了、イエイ。
ス飲んでるのなんとかあちゃんみたい。誰だ、どちら様でしょうか。酸っぱくないなんて甘いです。甘いスパって感じてるときは疲れてるときとかじゃないのかな、わからない。作り方にもよるんじゃない。2日連続配信ありがとう。今日見てよかったってありがとう。そうすごい、私もねこんな公演早いと思わなくて、でも今日は9時までなんですけど、お付き合いよろしくお願いします。数学楽しいの分かる。数学もね好きなのね。なもん数学と理科が大好きだけど、どっちも終わっちゃったから。ちなみ宿題ないとか、違うないわけじゃないの、ないわけじゃないんだけど、ないんです。美人すぎるこうちゃんさんは本当に素晴らしい神、違う素晴らしい目を神様からいただいたんだと思います。ナイスアイズ。課題やってない、やってないから私怒られるわって。多分ネナも怒られると思う。あなた分かってるんですかって感じで怒られると、もう想像ついてるからもういいやって感じ。動きながらだから宿題スルーもありだね。働きながらで、うん、まあそこら辺は許してもらえないので、一応学生として学生にしかできないことはしっかりやっていこうっていう気持ちはあるけど、それを実行する気持ちはない。わかるこの気持ち。今日のアイメイク似合ってるって嬉しい、ありがとうございます。私ね公演用と握手会用とプライベート用とレッスン用とか、なんかまあいろいろ分けてる。やっぱ公演とかは舞台映えを狙っているのでちょっと濃いめになってしまっているっていう部分もあるけど、まあ、握手会はそんな全然濃くなくて、プライベートはそんなまあ握手会とかはない程度だけど、でレッスンはほとんど私すっぴんですし、まあ、やるとしても眉毛ぐらいかな。お肌休みたいのでね。今度握手会初めてのポンレイクで、ね、嬉しい。ムーさんありがとうございます。イエーイ。大学だけどまともに課題やってない。大学も課題ってあるんだ。成人みたいに白塗りはしないのって、してもいいんだけどね。名は学校の先生ポンちゃんの白見たりしてって。見てないでしょ、大丈夫よ。うーん、私が先生ならポンちゃんには絶対優しい。リサさんもう最高。てん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 、ヤンマミシングルは絶対レナポンで、嬉しい、本当に嬉しい、お待ちしています。9月使う日のイベント、誕生日とゼロさんすごい誕生日、なんかプレゼント、パフォーマンスをプレゼントします。お待ちしています。初見です、秋夫さん。本当ですか、嘘ついたら嫌いますよ。クリアしんちゃん始まった、もう録画したから大丈夫。しんちゃんは6月に、今日は隣のトトロですよ。トトロを見たいからっていう気持ちもあるし、早くご飯を食べてお風呂入って今日は早く寝たいって気持ちもあるので、今日は9時に終わりたいと思います。いい、山井美子別いつ頃ね、どうなのね、早く詳細出てほしいけど。あ、そうだ、あのしんちゃんの映画見た、見ました、佐藤国の稼働、ありがとうございます。すごい楽しみにしてます。劇場の LED 壊れてなかった、今日調子悪かったみたいですね。もうみんな送ってあげて、 LED も頑張ってって、もう超絶可愛い LED みたいな感じで、もうコール送っちゃってください。そうだって、そうだった、そうだよ、今日はクレマシンじゃないや、トマトじゃないや、なんだっけ、トトロだ、トトロ。お腹空いちゃった、まだ覚えてくれたのかって。私は記録力いいんですよ、だからね、初見ですねって嘘ついてきたらもうバレバレですし、もう心配しないでください。今日の声楽しかった、ありがとうって、ありがとうございました、本当に。ひなたバナナさん、ありがとうございました、本当に。また遊びに来てください。ドラえもんも録画、私ドラえもん派ではなくてですね、しんちゃん派なんですよ。ポンちゃんの記録力恐ろしい。そう、私ね本当に自慢できるぐらい記録力がいい自信があるからね。前話した握手会の会話とかもちょっと覚えてる人は覚えてるし、本当に久しぶりだねって感じの人は久しぶりって感じですし。皆さんこんばんは、明日の個別嬉しい、三浦みのるさん、三浦みのるさんお待ちしています。覚えてきますね、三浦みのる、三浦みのる、三浦みのる、お待ちしています。ありがとうございます。明日はぐまつぐみちゃんとおそろコーデです。明日は何だろうね、ようわからんけど、
帽子を一応かぶる予定です。帽子かぶるんだよ、レナ。握手会で帽子かぶること少ないから、お楽しみに。晩ご飯を何決めてない。トトロみたいにレナポン乗せて空飛びたい。トトロね、トトロ死神でしょ。子供にしか見えない死神様。ニコバスは地獄に連れて行くバスで、だんだんめいちゃんの影が薄くなっていったりだとか、都市伝説だけどね、いろいろとあるよね、ジブリの都市伝説って。ねえねえ、3周年イベントあるか、ヒヤヒヤしてたって。あ、そっかそっか、そうよね、21日当日にはないんですけどね。僕の帽子ね、取れちゃったみたい。ニコバスでナポンとね、モフモフしてるだろうな。ピッチングフォーム綺麗だけど参考にしている選手、私誰もいません。自分で投げちゃってますね。全然誰も意識してないし、私ピッチャーじゃないですしね、もともとセカンドなので、もうセカンドシーン任せてくださいって感じです。DMM チーム G 公演のあと2周年スペシャルライブ、おお懐かしい。まあそういうのもいいですよね、1年前のやつを見るみたいなの。ナポンの豆取ったら1日何通くらい、日によりますね。私結構まあね、前から押してくださってる方とかは分かると思うんですけど、私すごい集中しちゃうと、集中しすぎちゃって他のことに目がいかなくなってしまう傾向があって、まあそういうコンサートとかが近くなってる時とかはメールが本当にもう一通送るかってレベルですけど、基本的に私たくさん送るようにしてるというか、私のメールは LINE 感覚と言いますが、言いますか、そんな長文、時に長文だけどそんな長文でもないし、結構送ってると思います。でも少なくはないのかな、だから自分ではわからないからね。多い時はめっちゃ多い。そう、一時期私最大で16通とか1日に送ったことある気がする、前だけど。来る時はそう、私基本的に22時以降にバーって行っちゃうから、寝てる人にはごめんなさいって感じですね。ナポンメールはめっちゃ多いし、中身がめっちゃ面白い。そうだから私のメールは誤字脱字が多いから、最初迷惑メールだと思われることが多いんですけど、別にわざとでもないし迷惑メールでもないので、気にせず雰囲気で読んでくださったら嬉しいですね。 NGT メンバーの中でも多い。あ、本当ですか。メールに社名もちろんです。彼女とメールか、楽しそうって、彼女ともって楽しいぞ。ぽんちゃんのメール好きって嬉しい、ありがとう。メールを解読する、そう、なんか最近メールを解読する楽しさを見つけましたっていう方が握手会で言ってくれることが多くなって、どういう楽しみ方をしてるんでしょうかっていうのはすごい不思議なんですけど、まあそういう楽しみ方を見つけてくださってすごく私も嬉しいですし、これで合ってるのって聞いてきてくれるのもすごく嬉しいそう、直そうとしてなさそうなのがすごいよく聞いて直そうとしてないですね、私全然反省もしないですね、個人に関しては。そうだから時にちょっとよくわからない言葉とか言っていいのか、この言葉っていうのが誤字の中に入ってるかもしれないけど、本当にわざとじゃないからね。そうそう、暗号文送ってるんですか。まあそんな感じですね、近いですね。割と反省しなくていいよって、もうしないしない、反省しません。たまに意徳誤字すぎて読めない、意地誤字読めないですね、漢字読めないですね。ひなぽん9月幕張行きます、いつもビビアンインスタ。すごい、ビビアンさんですか、嬉しい。大野さん嬉しい、ビビちゃん大好きなんです、もう赤ちゃんみたいでラブなんです。もう本当にね、もう泣いちゃう泣いちゃうって感じで、もうこれからも可愛い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 を一生懸命声をかけて、ビビちゃんとビビちゃんの相談に乗ったり私の相談に乗ってもらったりとか、いい関係になれるように頑張っていきたいと思います。ビビちゃん大好きです、ビビちゃん大好き、ビビちゃん大好き、ありがとう。
そう、まあ一回スタッフさん確認してるはずだから大丈夫。そう、スタッフさんが確認してからのピューンだから、スタッフさんも OK ってしてることはまあ良きなんでしょうって感じだから安心して読んでください。真剣、あ、読めなかった、ごめん。こっちが誤字、あら映った、誤字脱字があるってことはレナポン本人の証拠、証拠、読めない。スタッフさん笑ってそう、どうなんだろうね。おいっ子がレナポンのメール見て笑う、本当にやだ笑われた。いつか聞いておいてみたい、ぜひぜひ遊びに来てください。ビビアンとレナちゃんはどっち、ビビアンちゃんですね、ビビちゃん、 HKT のビビアンちゃん、そうです、ビビちゃんって私は呼んでるんですけど、プロデュース48の仲良くなりました。まあ、ビビちゃん本当に努力家で、その今まで知らなかったから、ビビちゃんのそういう一面を見ることがなかったから、すごくかっこよかった。今日は道の体内の道の駅行ったよって、嬉しい、ありがとうございます。長谷川トラニンジンさん、ニンジンさんだ、スピンナポを見るからお得だよねって、何の話だ、何の話だ、今宿題しながら見てるよって、あ、宿題大変。ペナポのメールは5時が多い時はテンション高めの時、そうなんです、テンション高めの時はもうブシャーって勢いでいっちゃうから、見直しなんて一切しない、まあ、したこともないかもしれないけど、まあ、そこら辺は覚えてない。そう、でも勢いがいいって気がプシュンってちゃうね。今日のリップ何、ちょっとお待ちください。はい、うまい。今日のリップはヨンスからもらったエチュードハウスのこのレッド、もうコーラの香りなんです、コーラ真っ赤っか。これとカドッチがくれた、これはなんていうのかわかんないけど、これも韓国コスメっぽいんですよね。これのなんかね、茶色っぽいんです、茶色っぽい色なんですけど、塗ってみるとそんなことないんですけど、この色を使ってます。これは何番、04番かな。そう、カドッチがくれた、だから使ってます。メールです、スピンナップ見れるから、あ、確かにメールとかしか、しかね、メールでしかスピンとか見れないかもね。あんまスピンをバーンって感じはないから。ポンちゃんこんばんは、今来たよって、ケロピーさんこんばんは。ポンちゃん絶対見直ししないよねって、しないね、もうしたら私のメールじゃないし。やるもやっこって、はるきありがとう。やっぱエチュードハウスだと思った、落ちないよね、落ちないですね、エチュードはバーッと。でもつきすぎると皮むけちゃうので気をつけてください。な、新商品考えなきゃ、面倒で、レナも手伝いたい。何作るの、お刺身系でかな、何がいいんだろう。メールで写真いっぱい見れるのお得だねって、まあメールでしか見れない私の部分が結構多いですよね。なんか私結構弱音とか吐く、こういう場で吐くことないし、悩んでることとかもあんま言わないんですけど、メールでは素直に言おうって思っているので、もう病んでます的な感じもあるし、うひょイエーイテンション上げみみたいな感じの時もあるし、こういうところがあって悲しいんです、あげましてくださいって時もあるし、天真爛漫ってやつですね、よく言われます。はい、私景色あるのでおめでとう、テマさんありがとうございます。8月21日、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ戦で泣けさせていただきます。ぜひ応援よろしくお願いします。そのポンちゃんが見れるよねって、なあ、先週公演の見送りでいつも肌色の布をレナポンだけに見せた、あー出た、変態シェフ、変態シェフがここにいるぞ。NGT で一番バカと頭がいいメンバーは、一番バカは菅原莉子ちゃんで、一番頭がいいメンバーは村久保風花ちゃんです。キムチ美味しいですかって、大好きです。マサイのパン買ってきたよって、おー、ありがとうございます、嬉しい。もう壁シリーズ、わー嬉しい、覚えてくれてた。いやでも全然ね、やめようとしてないから、撮ってないだけだからね、待ってて、全然送ります、送ります。ピン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 、レナーって、アニョハセヨー、ホット、アニョハセヨー、チャヌン、 NCT48 役、ソニョハセがお眠りな、チャラプタテリミだ、もっちゃん頭がいいんです、賢いのひなたんじゃないの、ひなたもないですけど、もっちゃんは本当に違う頭の良さですね、てかもう全体的に頭がいいのがもっちゃん。今年の高校野球、母校の高校が県代表だったんだけど、
下克上できなかった。ああ、知ってる。どこだっけ。世界白山だっけ。白山高校だっけ。違った。あれ違うかな。モフちゃんを勉強。本当に、いやモフちゃん違うよ。めっちゃ得意だよ。モフちゃんね、勉強しなくてもね、バリバリ点数取れる人間なの。本当に頭がいい子なんです。スースーシーはメールで知った。あ、本当。焼き魚の新商品考えなきゃ。焼き魚の新商品って、焼き魚で新商品って何？焼き魚でサラダと合って、美味しそうじゃない？焼き魚をサラダで合わせる、うまそう。ポンちゃんは頭がいい方。 No 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 って自分で言っちゃうと本当に頭悪くなると思うから、 Yes 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 と思います。新海さんじょ、こんばんは。新海さん、こんばんは。こんばん、ネギネギ、ネギっ子さん大好きです。ひなぽんをオスポン、オスポン、パーン、アクアパッツァ、アクパッツァ、こんばんは。明日名古屋くよと翔太さんだ、お待ちしています。明日握手会よろしくお願いします。ポン、あ、ポフちゃんは頭がいいよね。たまに変なこと言ってるけど、そうなの。モフちゃんは本当にクリーソロだ、頭がいいんですよね。自分でもびっくりポンですね。ポンちゃんは絶対頭良さそう。そうなの、私 YDK だから本当にやればできる。怖い、懐かしい。俺も頭の中でひょっこりはんはレナポンギャグだと思ってる。どういうことかよくわからないけど、ひょっこりはんはいるよ、本物じゃないからね。総選挙のスピーチの時緊張した？いや、緊張全然しなかったんですよね。リコちゃんは見た目通りだ。そんなの、リコはもう話したらこの世の終わりレベルの、本当に頭の悪さがみじんじゃう的な感じだと思いますね。あれで頭がいったら本当にギャップも半端ないと思う。レイナと同じこと言ってる。あ、本当、もうレイナってやっぱりね、似てるんだよね。名前も似てるけど、本当に性格も似てると思うな。やればできる子と言えば、お茶だ。ツッコミがうまい子は頭が、回転が早い。そうなんだ。YDK でもやらないとねって。バーベキューの時、ドラゴン T シャツ着てるレナポンを見て、さすがレナポンって思ったんで。あれは、その、先日名古屋ドームで投げさせていただいた時にいただいた T シャツで、せっかくだから着ちゃった。鮭のチーズ焼きとかマヨネーズ焼きとかありきたりだしさって。なるほどね。何かと焼き、難しいねそれ。何がいいんだろう。焼きで意外とカスタードって合うんじゃない？どうよ、意外と合う気がしない？カスタードと鮭とか白身、意外とカスタードって美味しいと思うんだよね。レナまずいかな。マサルだ、こんばんは。初見です、ゆうゆうさん。はじめまして、 NGT48 の吉田急少女高校3年生17歳のレナポンこと長谷川レナです。よかったらインスタグラムやってるのでチェックしてみてください。よろしくお願いします。 SKE の日高やつきちゃんと雑誌で野球対談してほしい。もうね、ゆずきさんはね、もう大好き、もう本当に大好き。めっちゃいい人、いい人すぎてびっくりしちゃったもん。すごくかっこいいし、ダンスうまいし、かわいいし、すべてにおいて完璧だと思う。レナポンの始球式でナックル、ナックルは投げれないですがに難しい。高級だって私やったことないからね。私軟式だから言っても、鮭おにぎり好き好き。スカカスタードは思いつかなかったな。わかんない、カスタード美味しいかわからないけどね。何がいいんだろうね。お魚に合うものってなんだろう。マヨもだってそうだもんね、あるもんね。バターもあるしな。青のりとバターとか。青のり、青のりお酒じゃない？青さとか。青さ美味しそうじゃん。香りも引き立つし。ソフトボールってできる、できると思います。多分。マリナちゃんにご飯作ってもらったの、まだの、まだなんです本当に。マリちゃんは忙しいし。全然って感じ。蜂蜜とか、あ、蜂蜜、白身で蜂蜜がいい。どうなんだろう、蜂蜜か。蜂蜜の味によるね。お腹空いてきちゃった。あ、ビビアン先週誕生日メール届いた、ありがとう。ビビアン、また会いたいよ。ビビアンの遠い国でもエアのことを応援してください。いつかまた会える日を楽しみにしています。ビビアンありがとう。おめでとう、ハッピーバースデー、ビビアン。最近ひなたと外出した
してないな、日向と最近お出かけしてないな、割と真剣に考えてるね。だってせっかくじゃん、一緒に考えてあげたいじゃん。困ってる人がいたら助けるに決まってるでしょ。ハマスの最終回で健康コールがすごかった。最終回全然わからない、ごめんなさい。本当に何にも知らなくてすみません。ビビは NGT に兼任したがってる。そうなの、ビビちゃん、もう来て来て、ビビちゃん歓迎。 NGT メンバーで視聴が高い順トップ5、藤崎美優ちゃん、西村奈々子ちゃん、松組ちゃん、山口真帆ちゃん、で村上ふっかちゃんか、もふちゃんだな。もふちゃんも高いんです。もふちゃんねより高いもん。安秋だよ、安秋って言うんですね。最終回の安秋コールがすごいって、あ、やっと理解やっと理解しました。全然わかんないとかじゃねえなって。あにわせよー、あ、いた、あにわせよー。ビビはまだ出てないんですよ。ビビちゃん、ビビは気にしたら選抜争いが大変そうって。ビビさん来てください。みなぽん案外大きいよね。案外大きいよね。ということは、クロコのバスケで好きなキャラは紫パラでも、クロコっちも好き。その感じかな。でも清志も好きだし、てか全員好き。もう DD ですね。はい、DD。でもこんばんは、ダメーで、カリちゃんの力押し、どういうことだよくわからないけど、どうもカリちゃん推しの皆さん、皆さんじゃないか、どうも。ポンちゃんスタイルいいから身長高そうって。あ、でも高いっちゃ高いです、日本に比べたら。日本では高い方かな。明日の名古屋楽しみなの、楽しみなものある？ケータリング。手羽先が楽しみ。逆に身長が小さい、わかんないんだよね、まだ全然。1期生にしかわかんない、身長は。あさってのサマーステ行く予定だった。あ、ほんと盛り上がっていきましょう。金足農業の吉田投手すごい、本当にね、すごいよね、びっくりしちゃった。一人で投げ切って150キロ9回出しちゃうっていう。ビビビビビビ、イナポンガタフレ近々出る。さあどうでしょうか、どうでしょう。開志国際の男子バスケ勝ったね。そうなんです、地元体内の高校の開志国際の男子バスケットがね、全国優勝だよね、したんです。すごい嬉しいです、おめでとうございます。びっくりちゃった、本当にもうね、市民としてすごく嬉しい。あさって欅坂ときめっせ行きます。行ってみたいな、欅さんのライブ。名古屋家のきしめん美味しいんだよね、食べたことないの、食べてみたい。なめ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 てたらたーちゃ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 。後ろのマンコ似てる気がするって、イエーイ、ジューミーと似てるって、やった、イエーイ。後ろのマンコ似てる気がする、もう一回見ちゃった、イエーイ。明日ナッパミーの赤 T シャツ、おー来てくれるんですか、すごく嬉しい。カーリちゃんファンの皆さん、ぜひ遊ばれないで、遊びに来てください。もうカーリちゃん最高、大好き、イエーイ。カーリちゃんにお洋服あげるんだ、あれなら着なくなった、もう一回しか着てないって感じかよ。本当にサマステうちわに何書いたら気づいてくれる。でもまあ名前が一番わかりやすい気もしますけどね。野球ボールの前ですよ、なんならもう野球ボールドーンっていう、わかりやすいってすぐわかるし、丸いし、うちはちょうど、えっ、今日から行くから D メムで2周年ライブ見られるねって。そうなんです、ぜひならチェックしてみてください。ハピちゃんよろしく、大好き、わほわー。ひなぽん遅くなりました、でよこりん、こんばんは、あつぽん、ぽん。明日 T シャツと生誕、ちょっとどっち着ていったらいい。セーターティー優先、緑優先、ゆっくら、気持ちいい、かわいい。おい、欅
の個別握手会と武道館。ああそうなんですか。そうなのね。名古屋パルコで22マーケットやってるよ。何それ何それ。ポンちゃんって人形何個あるの。私ね、クマが好きなんです。てかふわふわしてるものが好きで、私今一人暮らししてるので、まあ、こっちには最小限のものは置いてる。最小限だから全然ない。もう3、4、5って感じだけど、もうね、実家に帰ったらもう30はあると思うな。もう小さい頃から好きだったの。ピンクのシャツかわいいで、そう、これサーモン色なんです。これ実はね、もういかなのトマトじゃないや、にキノコ、キノコなんです。キノコかわいい、キノコちゃん見とこ。わーいか、でん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 、なん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 、ララララン、なん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 、パン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 、パパン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 、パン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 。マックス時なくなりよ。そうなんです、マックス時なくなっちゃうんですよね。新潟いろいろなくなっちゃう。レインボータワーもなくなっちゃうし、何が残るんだ。ローリングスのグローブが一番かっこいい。自分も使っています。ローリングスやっぱ好きなんですよね。私一番最初に使ったグローブがローリングスで、次にアシックスで、でローチさんにローリングスのグローブを買っていただきました。最近虹を見ましたが見ていません。新潟で握手会あったら甥っ子連れて、え、本当にすごく嬉しい。楽しみに待っています。高校野球面白くなってきた。そうですね、本当にもうだんだん決まってきていて、本当に白熱した試合が見れますね。今日カラオケで巻く時とセカを歌った後、ありがとうございます。すごくもうたくさん歌っちゃってください。タワーの跡地に何ができるか気になるね。え、あれがなくなる日が来るとは思ってなかったな。あれは SSK 派って、 SSK 派いました、私のチームメイトにも。どっちはどっちと仲いい、どちら様と仲もいいですね。日本語おかしかったけど、もう二人とも本当に優しいんです。すごくいい方です。いや、名古屋駅の新幹線ホームの違いし、きしめん最高だから食べてみたい。本当にそれ聞くんですよね。髪伸びたね、本当に髪の毛伸びたよね。もうもっと伸ばすから、みんなよろしく。嫌いにならないでね。明日仙台でゆきりんさんの握手会、あ、ゆきりんさんは仙台で握手会なんですね。今やたらマジの映画来た恒例で名前が完成できるって。おお、なるほどなるほど。片振れで一番楽しかった回は、うーん、全部だな。片振れでつまんなかった回はない。何メートルまではいかないけどね、まあ、40か50は、あ、40か30は伸びたい。30かな。うん、やっぱり素敵な目だな。ドキッとするガクガクガク震えてますよ、ないですか。ラガン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 。ロングヘアのポーちゃん好きってありがとうございます。カッキーさんは優しい目を持ってますね。本当に皆さんは素晴らしい目を持ってくださってありがとうございます。で、なっぽん子供のファンでも、え、すごく嬉しい。私子供大好きです。すごく好き。ちっちゃい子ラブ、大きい子もラブ、全世界愛してます。ポンちゃんこんばんは、てぷきょうさんこんばんは、はんにゃはらみたしまでしか言えない。公演お疲れ様って命さんだ。お疲れ様でした。パンおつぽーん。昨日テレビで去年銀魂の映画、あ、そうなの、いいの見たかったの。バッティングは何キロまで打てる。130は打ててましたね。俺子供 OR は怖い。ポンちゃんの自己紹介好きって嬉しい、ありがとうございます。結構ね、一塁側も三塁側も長谷川もって覚えてくださる方が多いんです。すごく嬉しい。バッティングは、あ、同じことにした。好きなアニメ、いや、あのバナナフィッシュがすごく好き。今期のアメじゃないや、アニメなんだけど、私好き、バナナフィッシュ。ぜひ、多分男性の方も好きかな、女性の方も好きな人多いと思うけど、なんどっちのが好きなのかな。どっちも好きだと思う。どっちも今の髪型めっちゃ、え、本当にもう公演後でな、取れちゃってるんだよ、巻きとか。何もよくない。なんな、握手会ありがとうございましたって、ありがとうございました。また遊びに来てね、絶対ですよ。
バナナフィッシュって古い漫画じゃない？いや、そんなことないです。あ、じゃあアニメになったのが遅かったのかな。私アニメから入るタイプなんですよ。そう、バナナフィッシュめちゃくちゃ古い。え、本当？そんなに古いんだ。結構最近かと思ってたんだけど。俺な、ポンちゃんのファンの総称ってある？総称って何？バナナフィッシュ原作は、レナもっと早く見たかった。すごく好きだから。じゃあ原作出てるなら結果出てるってことだよね。言わないでね絶対に。ひなぱんのファンは緑色着るのって。そうですね、緑色を着てくださっていますね。女性のファンの皆さんは T シャツはあんま着なくて、普通に緑のワンピースとか羽織物って感じで、カーディガンって感じで、すごい緑をなんか入れてきてくださる方が多いです。すごい嬉しい。初めての G 公演でした。ひなぽんかっこよかった。嬉しい。ニックカーさん、ありがとうございます。ぜひまた遊びに来てください。また見てください。もっとレベル上げますね。極めます。頑張ります。後ろの自分が学生の頃だから。何にしろ自分が学生の頃。そんなに古いんだ、バナナフィッシュ。調べてみよう。何年。バナナ。フィッシュ。フィ。フィ。フィッシュ。フィ。あー。ブー。バナナフィッシュ。超古いじゃん。あ、超古いじゃん。1985年8月号から1994年めっちゃ続いてるじゃん。4月号に似て連載されて。そんなに連載されてたの？すっごー。超かっこいいんだけど、やっぱじゃあ男性の方の方がすごい見てたのかな。あ、でも少女コミックだ。どっちが見てたんだろう。でもすごい好きですね。すごいかっこいいんです。本当に若いのによくやるねって感じ。ペンギンハイウェイミ、あ、全部ペンギンになるやつだよね。かわいいよねペンギンさん。中条のバーバの家めっちゃ楽しかったよって。もうバーバっていうの本当にかわいい。もう絶対おばあちゃん喜ぶよね。少女漫画だから基本女性向けだと。だけど流行っているから男性も読んでる人多い。あ、そうなんだ。多分また流行るよ。私が流行らせるわ。じゃあ本当に面白いもん。いや、何飲んでるのって。これは酢です。お酢を飲んでいます。君届けはわかるよ。さすがに君届けは、だって映画化もされたよね。しかも私今アニメ見てるんですよね、ちょうど。君届けのアニメを見ています。ポンちゃんって他に漫画見てた？私漫画は、見てなかったんですよね。ちょっと中途飽きちゃって漫画も読むことに。多分またハマる時期が来る。ルノーニケンシーはマジでかっこいい。もうイケメン。やばすぎ。本当に面白いよね。うまっ。ひなたってどっちの？どういうこと？スイカが好き？なんで気づいたの？スイカ大好き。アイラブスイカです。お土産でありがとうって。かつみさん、ありがとうございました。もうお土産イエーイって感じでいつも送ってます。プリキュア、2人はプリキュアから見てますよ私は。とんちゃん、東京ウィンターセッションって曲知ってる？もちろんもちろん。もはにはラブ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 リーって感じ。うちわに刺してって書いたら気づいてくれる。もちスイカよりポンちゃんが圧倒的に好きって。スイカに勝てた、イエーイ、やったねー。
まあ。ジャパニーズドリンク、お酢。マシソヨ、マシソヨ。とてもマシソヨです。エラポンピース、イエーイ。こんばんは、ショームさん、こんばんは。スケリーの朝ゆかさん、朝ゆきさん、ゆうかさんとも東京ソーティエイトで仲良くさせていただきました。ホテルが最終日同じお部屋で、まあ収録がめちゃくちゃ長かったので話すこともなく普通に寝て終わったんですけど、すごい先輩と同じお部屋になることがないのですごい新鮮味があって嬉しかった。片見ながらエンジンするのキャプテンだし、私はチーム G なので N3 じゃないんです。あ、全体的にってことですか。全体のあのエンジンは今まで通りです。321最高、私たちは可愛いなんちゃらこちらっていうのは今まで通りですね。浅井ななみさんと話しました。浅井ななみちゃん、ななみちゃんとも話したな。すごいしっかりしてる子だなって感じですね。本当にお酢は英語で言うとビネガー、ありがとう。ビネガー、ビネガー、ビネガー。ヤマメシングについて話せる範囲でお願いします。何も言いません。ただ言えることはセンターは脇野ゆかちゃんです。みんな知ってるよね。そして私も選抜メンバーに選んでいただきました。皆さんよろしくお願いします。5枚目も入るように頑張りたいと思います。なのでぜひ応援の方よろしくお願いします。本当に頑張るからね。絶対諦めないから。ポンちゃんってめっちゃ忘れてる。なことないよ、田舎っ子だし。所詮田舎っ子です。ポンちゃんはじめましてって、はじめましてよっぴーさん。もうレナちゃんって書いてあったので勝手にポンちゃんって書いました、すみません。はい、 NGT48 の伊豆内九条城高校3年生17歳のレナポンこと長谷川アルナです。よかったらインスタグラムやってるのでチェックしてみてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。レナポンがセンターになる日まで応援するって。でもセンターになってからなったら応援しないとかな。絶対めでくださいね、うん、絶対センターになれるように頑張る。ちょっとブーとか言っちゃったね。コップが動きましたね。練習から帰ってきました。アツポンって、お疲れ様です。アツポンパン寸劇見たいっすって。今日のレナのセリフ、みんなアイナが買ってきた笹団子美味しかったよってやつでした。すごいね、本当にね。ナイスエンリッシュ、イエーイ。ビビアン、アイラブアイラブビビアン。初見です。山ちゃんさん、どうも。山ちゃんって手羽先だ。はい、はじめまして。 NCT48 の唯一の野球少女高校3年生17歳のエナポンこと長谷川アルナです。インスタグラムやっているのでなかったらチェックの方よろしくお願いします。そして NCT48 4枚目シングルリリースイベント in 日本武道館の受付が始まっています。よかったら初めて握手しませんか。こんなテンションかは分かりませんがお待ちしています。よろしくお願いします。詳しくは NCT48 のサイズだったりアリオラジャパンさんのサイトを見ていただけたら分かるかと思います。そして私のインスタグラムの方ね、あの何ですかね、アカウントの下の丸いやつのところに載せてあるのでよかったら握手会デビューってやつを押していただけたら多分スワイプいくんじゃないかなと思いますね。よっから、いつも元気やなって、そうだね、元気かもしれない。早くレナポンと握手会したいって、しましょうしましょうしましょう、したいしたいしたい。ポンちゃん今日めっちゃテンション高い。なことないよ、いつもだよ。一人暮らしなめんな、もう。一人暮らしは私もう 2,3 年目だ。やだ、 2,3 年も一人だ。つらみちゃんの極み状態の本当に最悪状態、やだ。一人暮らしはおすすめしないよ。あれなら嫌だもん、絶対タイナー出ていかないから。絶対こんばんは、ゴーレナ、ゴー。アニョハセヨー、ゴー。レナ、ゴー。チャルプ立てるみんな。一人暮らしした、した、楽しいに。まあ最初の1週間、2週間は楽しかったけど、後の回はもうホームシックって感じ。向いてないんです、私には。俺も一人暮らし、意外と一人暮らし多いね。初めて来ました、綺麗ですねって嬉しい。もうユートさんの目は本当に素敵な目、もう神様に感謝、ありがとうございます。はじめまして、 NGT48 の唯一の九少女高校3年生17歳のレナポンこと長谷川レナです。
よかったらインスタグラムもやっているのでチェックの方よろしくお願いします。そして8月21日の、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンズ in 横浜スタジアム戦の始球式をやらせていただくことが決定したので、よかったら応援の方よろしくお願いします。はい、メンバーとルームシェアしたらするとしたら誰とする、ルームシェアするとしたら日向だな、あれだ、日向とする。仕事を始めてから一人暮らし、春樹って一人暮らしだったの、びっくり。明日病院なんでの休みなんね、歌はどうしたの、サジミンとはしないのって。おぐまとでも別にいいかな。おぐまは起こしてくれる、本当に。ただおぐまはお風呂にすぐ入らないんです。ずっと携帯いじってるからお風呂に入らなくて、しかもお風呂で寝ちゃうし、お風呂すごい長いし、そう、お風呂までの段階が長くて、お風呂入ってからの段階も長くて、お風呂上がってからも長い、夜が長いですね、おぐまは。今レナバの声を聞きながらお家で花火、スペシャルじゃん、スペシャルじゃんとかすごい自分で言っちゃったけど、その試合見に行き、嬉しい。野球好きなんですか、サブちゃん。踏んでた、ごめんサブちゃん。マイペースだね。そうなんです、もうマイペース、自分貫くって感じ。しかも部屋があって、そうなの、私ね、ゴミ箱にゴミを捨てない人嫌い、だから私はウグマを指導したの。最初ウグマはそのね、まあ、お袋に割るんだ、入れるんだけど、ゴミ箱にはちゃんと入れない子だったんです、一番最初。だけどルナがゴミはちゃんと捨てなさいってずっと注意したら、もう入れる子になった、素晴らしく入れるようになって、焦ってる、すごい、人間ってすごいって感じた。癒しって、また一人でスイートン作って、美味しくないスイートン。9時からトネトトロだ、そうなのよ、みんな見ようね。2日にバンダイしては行けるけど、行けばレナポに会えるよ。絶対って言ったら怖いけど、会えると思う。絶対って言ったら分かんないけど、会えると思う。ポンちゃんセクシーって、え、本当ですか？なあ、やだ、17歳にセクシーさとか求めてないです、本当に。やめてって言っちゃうけど、長谷川ママはさすがです。ママちゃん、次おいしくなるよって、次はおいしくなるよ。お腹空いてきちゃったな。プロデュース48のサビのとこなんて言ってるのって、まだベッドは猫や猫や猫や子猫猫や猫や猫やスーパースター猫やって言ってます。猫やなので、猫や、私のためにとか、私のって意味ですね。から私のためにをよろしくお願いしますって、私のために愛してくださいっていう、そういう意味っぽい。ママポン優しい、わからん、わかるぞ。レナポンでバスセンター来ますかって、あんま行かないですね。その試合、あ、嬉しい、また言ってくれた、ありがとう。イタリアンは何味が好き、ホワイトイタリアも好きだし、限定が好きなんです私結構。ポンちゃんって厳しいっていうのかな、これ。そんな厳しくないと思うけど、なんか当たり前のことをできないのは嫌だ。はじめましてって、近藤亮さん、はじめまして。 NCT48 のエースな旧少女高校3年生17歳のレナポンこと長谷川レナです。インスタグラムやってるので、よかったらチェックしてくださったら嬉しいです、よろしくお願いします。猫屋が私のために、そう、猫屋っていう言葉が私のとか、私のためにって意味らしいです。当たり前のことはできない、まあね、何が当たり前なのかもわからないけど。ユンジ、こんばんは、アニョンセヨ。夜行バスで武道館行きます、嬉しい。アルビカエリちゃん激推し、なんでカエリちゃんファンがいっぱいあるんですか、すごい嬉しい。韓国ファンです、ティナちゃん可愛くて綺麗だって、嬉しい。 SOL48
48カムサムニダー、なんだっけ、嬉しいは、うん、どこしょ、と切符だ、チョヌン切符だ、インスタフォローしていますって嬉しい、カムサムニダー、先輩に同姓同名の人がいる、じゃあレナかな、レナかな、その先輩はハートやかけ取って、ターキありがとう、バンダイだったら声かけていいの、全然どうぞ、もうウェルカムウェルカム、もうゴーゴーって感じ、今日のアイラインは鼻毛という、そんな感じはしてないんだけど、そう見えるのかな、いや、リナポン昨日のお鍋見て気持ち伝わったよって、ありがとうございます、頑張るね、ポンちゃんが一番可愛いですって、畑さんありがとう、一瞬いや白石舞ちゃんって恐れ多いです、ありがとうございます、気持ちだけで嬉しいです、ポンちゃんってよく遊びに行く、行っちゃうかな、よく映画見に行っちゃうけど、お試しで握手会行ったら惚れそうなのでなかなか行けないって、わかんないよ、行ってみなきゃ案外惚れないかもよ逆に捉えて、もうそんな余裕のよっちゃんって感じで行けば大丈夫よ、気軽に遊びに来てくださったら嬉しいです、まさやでロシア買ったって、もうの最高最高、台南市民としてすごく嬉しい、すぐの部屋に入ったことはないんです、もうお熊が汚いから絶対来ないでって、だから私が掃除してあげるって言ってるんだけどね、それさえもね連れてってくれないんだ、ポンちゃんね、テンション高いから楽しいって、そう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 とか言っちゃうんだけどね、本当にね、私のレーンに人がいなくなった時に隣のレーンから声かけてくださったりとかすごいしてくださって、センキューって感じ、ハンバーグ焼いてる、うわーすごい料理できるの、もう惚れる惚れる、ビビビ家政婦のレナ、もうそれで行こう、もう家政婦でも何でも必要よ、ポンちゃんと結構釣りし、いや本当に私釣ってくださいって言われたら無理、本当にそういうキャラじゃないし、まあアイドルってそういうの無理っていうのも言うの言えないけど、わからないですって感じですね、教えてください、釣ってくださいって言われたら何ですかね、なんて言えばいいんですかね、この前隣マウマウレーンから見てましたって、そう、マウちゃん、マウちゃんがもう最後だと思ったら私悲しくて本当に嫌でした、嫌です、本当に嫌です、いや、ナポンって何々だし、だから見つめやすい、見つけやすい、どういうその星の部分超気になる、タマちゃんグッズ受け取れたのかな、で何の話ですか、受け取ってないです、何の話ですか、ポンちゃん自然と釣れるよって、いや無理無理無理、本当釣り師は無理、 NGT の釣り師は加藤みなみだと思います、本当に、みなぽん身長高いんだっけって、高い方だと思います、そういうキャラじゃないけど釣ってる人かっこポンちゃん最強って、そっか最強か、私はそう捉えよう、最強イエーイ、自分のレーン、自分の推しが違うレーンに行っても大丈夫、まあ見つけるとは思いますけど、なんだろう、私がね、私本当に気にしてないんですけど、なんかそういうことを言うと怖がられるの、全然気にしてないから行ってきなって言うと、なんかレナポンが怒ってるっていう風に言われて、本当にそんなことないんだよね、タワーだって、本当にありがとうございます、わ LC さん、なんて読むんだろう、すごいカムサムニダー、韓国の方ですね、すごい嬉しい、チョヌキップだー、わー嬉しい、なんか言える言葉ないかな、なんかないかな、うーん、チョンマルキップだ、カムサムニダー、うーん、感じかな、嬉しい、ありがとうございます、ピッ、さないよ、本当に他のレーン行っていいのって、本当に行っていいです、それでその子のことを好きになったら別に私が悪かっただけだし、力が不足って感じだったから全然もうどうぞって感じです、レーン助けてくれって、どうしたんだ、なんだなんだ、一番輝いていたからかなって、嬉しい、頑張るね、レナポンレーンしか行ったことがないです、すごい嬉しいですね、ありがとうございます、兄貴なんで栃木、いや普通に遊びに行っただけです、
レナーってオレンジ、ナダーありますよー。久々にくれた山やんさんだ、久しぶりに。よかった、一瞬びっくりしちゃった。萌さんが喜びそうって、萌さんはいいんですもん、そういう人だから認めてるし。兄と似てる、あーお兄ちゃんと似てるかな、うーん、まあ、似てるかもしれない。ゆっくら一応怒らせ、お兄ちゃんの一緒に撮ったゆりくら、あー兄弟って言われたらわかるんじゃない、そんなレベルだな。おぐまとれなとお兄ちゃんと3人でプリクラ撮ったんです。よっ、21日行けないけど応援してるぞって、ありがとう。たしさんこんばんは、こんばんは。じゃあお兄ちゃんかわいそうって、かわいい、あーどっちなんだろうね、よくわからんわ。ハングルメール読めないんです、ハングル語が。通訳欲しいな。 LG は各国の野球チームの、そうなんだ、みおさんありがとうございます。野球が好きな方なんだ。ポンちゃん、ポンツグ全悪連再来してほしい。わかる、でもツグと握手会の連一緒になりたい、一回でもいいからなりたい。お兄ちゃんはレナポンより身長が大きいです。ベスターズファンです。あ、そうなんですね、お邪魔させていただきます、全力で応援しますね。ポンちゃんに会いたいって、生会いたいよ。あ、痛さしか残っていない、20歳、間違えた、30日の誇りの若公演出させた、出てくださいって出たいんですけれどもね、なかなかそういうタークわかんない、何かあったら出るかもしれないよ。ワンちゃん一緒になったことない、ないんです。おぐまとポンちゃん目が綺麗だねって、嬉しい、キラーン。みなぽん忘れられとるから早く会わんと。カズリンさん多分大丈夫だと思う。職場に韓国人がいて、チヂミが一緒になった、いいなぁ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 。お腹すいた。ペコパー、ペコパー、ポンちゃんのメガネ姿好き、じゃあメガネしよう。今コンタクトしてなくてね、本当に近くないとね見れない状況でしてですね、メガネは丸メガネ、よく縦メガネでしょってすごい後輩ちゃんからね。エナポンさんってレッスン中もおしゃれですよねって言われて、え、なんでって言ったの、本当にすっぴんだしみたいな、だってレッスン中も縦メガネしてるじゃないですかって言われて、あれ本当のメガネだからねって、すごい初めてそういうこと言われてびっくりしちゃった。伊達だと思われてたんだと思ってびっくりしましたね。そう、そう、もうね、ほんとこうすると誰って感じ、もうオフモード、オフって感じ。ポンちゃん道の駅、もうメガネするともう老けでバーンで老けちまうぞ。おい来たろ、町に妖怪が出たぞ。ティーヤーまあ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 パンパンパン。阿佐ヶ谷姉妹違います、ミキさんです。そう、アセさん、ミキさんのアセさん、スピンだとさらに似てるんですけど、すごい似てるって言われますね似てるって言われるの。そう、メガネすると賢そうって言われる。そう、昔のメガネの方がね賢く見えやすいもんね。これはもう新しいメガネの方なんです、言うて去年買ったルビかな。こっちが昔やったメガネ、まあこれはすごいねわかる気がするよ。ほら、チキン、全然メガネだけで雰囲気変わるよね。そう、俺な、一時期メガネだったから、こうしてるとき第一印象は頭良さそうってすごい言われたんだよね。んなことない、頭そんなよくない、雰囲気、そう、雰囲気頭良さって言うつ、
まあ本気でも出てればいいかなっていうレベルじゃないですかね。本気でも出せるってすごい才能の一つだと思って頑張って生きていく。できる女感が出てるってありがとう。じゃあデブルメーガーね。雰囲気出てれば勝ちだ。なよ。メガネでストライク決めてくれってどういう意味？どういう意味？ちょっと私には理解ができなかった。すみません。動きはもう少し落ち着けば。そうそうそう。でもそういうのはまあ成り行きできるから大丈夫。雰囲気っていうのがあるから。雰囲気でおはようとか言っておけば大丈夫。けんちゃんだよ。私はいつもメガネだから手放せない。メガネ忘れたらもうこの世の終わりだって感じ。もう今日死ぬんだって感じね。目悪いんです。本当に目が悪くて、もう私新潟の子ってテレビっ子なんです。すごくテレビっ子で、テレビ前日のテレビを見ないと学校で会話についていけないっていう結果が出てるんですって。それぐらいなんですよ。目割れそうに見えない、よく言われる。わかるわかるって。ほんとそうよね。新潟県民の人はね絶対わかると思うんだよね。そう、野球してたところから悪かったね。悪かった悪かった。やっぱその頃 DS にもハマってたしさ。懐かしい響きだ。ヒナポンザリガニ釣り行こう。私虫嫌いなんです本当に。もう見た目問わず本当に虫嫌い。大嫌い。すっげえわかるってんだ。大変だよね。テレビ見とかなきゃって感じ。まあ、自然と見てるんだけど。瞳が綺麗で。タオルさん、間違えた。タオロさん、タオタロウさん、タロウさんか、タロウさんだ。タロウさんどうもありがとうございます。聞き目、聞き目とかあんの？わかんない。どっち？体内は虫いっぱいそうなのに。そうなの。もう田舎っ子だからって虫得意とか、気をつけたから虫得意とかって思われるのすごく嫌です。そんなんイメージに過ぎないから。みんな好きじゃないもん。また来ました。ありがとうございます。ちょっと変化チェンジって感じですね。チェンジ変身。ひなぽん好きも、ま、もう、ま、いい、もう好きもうまいですよねって。好きがやっぱりね、海外スキー場があるので毎年行ってましたので滑れます。確かに中条虫多かったわって。本当虫多いんですよね、やっぱ山だから。研究生込みでまた学力テスト、まあやるとしたら私は本気で頑張っていきますけど、無理と思ったのはもう笑い取りに行きます。やるぞうさんがミーティングした。何のですか？昨日仕事で中条行きましたってありがとうございます。ぜひプライベートでマス見てください。日本ボーリーの飯塚選手を知っていますかよね。前の知っています。もちろんです。もちろん知っています。ご存知です。有名人ですよ新潟では。知らない方います？覚えて帰ってください。メガネポンかわいしいだ。いやさでこりん、やっぱりありがとう。ポンちゃんって虫とか触ってそう。本当にそういうイメージが持たれてるの。でも私は本当に無理なの。もうアリンコちゃん無理も無理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 って感じ。アンジみたいに勘違えて笑いもなしは勘弁。アンジちゃん本気で答えてたからね。それはいいんですよ。本気で答えて悪いことなんてないから。いいよ。寒いよ。寒いよ寒いよ。アリンコ触れないのって。昔は触れたんだよ。昔は全然、昔は虫なんでへっちゃりだったの。何でも触れたよ。でもだんだんね、大人になるにつれて虫が無理になったの本当に。動物とかは触れる。そういうのは大丈夫なの。なんかね、幼虫とか昆虫系が無理なんです。本当に無理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 。動物とはまた違う。リュウジって名前でインスタしてます。でリュウジってわかります。わかります。何かわかるんだ。自分もだ。なんだチーム触れた。私ゴキちゃん見たことないんですよね。もうゴキイエイチク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 。
15期だぞ。コン、厄介のお姉がいなくなるからまたファン増えるねって、なんとことを言うんでしょうか。カール無理、本当にカール無理、本当にもう何も触れないな、本当に無理なんです、もう本当に無理、もうお仕事の依頼でそういうんでるけど、もう本当に無理だと思うな、本当に無理なの、本当に無理なんですよ、無理なの、無理無理、カブトムシも無理、本当に無理なの、分かって、無理です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 。 NCT で出ればレナちゃんと言われるから有名になってください、もちろんです、そのつもりです、あきれません、頑張るぞ。カエルもダメなのかって、もうなんでカエルは OK って思ったの、もう本当に無理だからね、ブッブーって感じ、もブリブリじゃないや、部屋に虫がいたらどうするの、泣きながらママに電話しながら頑張る、一人暮らしで虫が出たら本当に無理、私クモが一番嫌いなの、もう本当に無理なの、無理無理、もう考えただけでも本当に腹立つじゃないよ、鳥肌が立ちますね。ナパン負けず嫌い、半、うん、半はしない、うん、自分ないな、帰りは虫はないかなって、だとしても無理ってわかるでしょ、無理だよ、これなら大丈夫ですってなったら自分から言ったらもう無理です、何も無理です、無理です、無理なものは無理です、やだもう虫の話やめよう、本当に無理だから、やだほらこう言ってるっちゃ、私さ30分後にやめてるんですよ、私は9時までですよ、今日9時まで、今日9時までしか配信しないんです、やめて、もう虫の話で終わるだけは絶対に嫌です、はーい、大人になったら平気になるよって、いいんですまだ子供だから、17歳は子供だからいいんです。電気つけた時にスイッチの上に、あ、もし見たくないから本当に読みません、あ、もう本当にやだ、虫のコメントしないで、ショートヘアソング、たまもりはごくれまんなろうが、ちょっと歌えない、ごめんなさい。9時になったら隣のトトロトトロチャチャチャ、見るよね、みんな見るよね、もう言わない、本当に言わないだな、そうそう、道の駅体内のおすすめある、なんかレナの応援のコーナーがあります、ファンの方が自動的に作ってきてくださって、それをやるぞーさんっていうゆるキャラがいるんですけど、まあ、人間なんですけどさんが、まあ、飾ってくださったりとか、あと梅ジュースがあったりだとか、あとヤラニャングッズがあったりだとか、あと近くにまあすっごいね、すっごい小さな動物園があったり、体内観音様っていうのがあったり、体内市民プールっていうあのプールが近くにあったりだとか、あと下を降りるとあの体内川っていう川が見れると思います、晴れてる日になるとすごく色が綺麗で美しいと思うので、ぜひ自然を楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。ポンちゃんグッズとかし、そうびっくりしちゃった、本当に徐々に増えていってて、私体内帰った時行くように行くようにとかしているんですけど、本当にね嬉しい、もう梅ジュース、あ、もう梅ジュースなかったか、そのメガネ苦手レナで行った時にメガネさん、違います、自分で買いました。後ろにいるぬいぐるみはジェミットって言います、一応男の子です、ジェミットくんと言います、覚えて帰ってください、私の兄が買ってきてくれたジェミット、いや、うん、コアラ、コアラ、コアラかわいい、私の一人暮らしの寂しさを再現、最小限に抑えてくれる子、今目が死んでるんだけどね、えい、どこ向けば生きる、どこ向いたらあなたは私のことを見ないで、どうだ、ちょっと生きたか、新潟市から胎内市で近い、まあ車で1時間ちょっとか1時間半か電車で1時間って感じですね。ジェミとくんは何歳、ジェミとくんは年はありません、ポンちゃんが小さく見える、レナポン告白します、なんだったよから、今日のチーコエ楽しかった、ポンちゃんとパフォーマンスすごかったって、としあきさん、とし
トシジーヤさん、ありがとうございます。よかったらまたチーム G 公演遊びに来てください。またリナのパフォーマンス見てね。イとりあえずみなぽんにゃむかん、おありがとうございます、嬉しい、待ってます。ポンちゃん私の双子になって、いやー双子をかみってる。ジブリ共和国行きたい、わかります、すごく行きたい。私アリエッティの体内に、あ違えた、長岡に来たんです前、行きました家族と一緒に。私すごく行きたくて。ゆっくん筋肉ムキムキマンだって、初見さんです、はじめまして。 LGT48 の1年9少女高校3年生17歳のレナパンこと長谷川レナです。よかったらインスタグラムやっているのでチェックの方よろしくお願いいたします。そして8月21日に行われる横浜スタジアムで行われる横浜 DeNA ベイスターズ対より読売ジャイアンツ戦で始球式をやらせていただくことが決定しました。よかったら応援の方よろしくお願いします。今日 MC しんちゃんは見たかった、ルーム4スターテルシーありがとうございます。また遊びに来てください。もうテンション上げ上げって感じなんですけど気にせず、もううるさかったらフォロー消去って感じで頑張ってください。あ頑張ってくださいじゃないです、もう本当にありがとうございます、心から光栄です、頑張ってね、ありがとうございます。レインボータワーのなんちゃら ないんです、レインボータワーないんです。月が止められない、月が止まらない、なんちゃらこちらが止められない、イエーイ。名古屋ドームのマウンドはない、やっぱね、斜面が鋭いというか高い、すごかったですね。ナポのショートもそろそろ見納め時かって感じですかね。そうです、私今髪の毛絶賛伸ばし中です、パーもうここまでドーンって感じで伸びるんで記憶に残しておいてください。まあそのうち切ると思うんですけどね、まあ1、2年後でしょうね、きっとね、わかりませんけど、まあきっと人間の気持ちはすぐコロリと変わるものなので、まあきっとすぐそのうちコロリとまたこの長さになる可能性ももう大中の大です。はい、初見です、最近気になってインスタフォローしました、今年中に会いに行けたら行きます、嬉しい。ショッピーさんありがとうございます。 NCT48 のいつな級少女高校3年生17歳のレナパンこと長谷川レナです。よかったらショールームでまた新しい私のことを見つけてくださったら嬉しいです。まあそれで嫌いになったらすごく悲しいんですけど、まあよろしくお願いします。会える日を楽しみにしています。レナパンの髪の毛が伸びるとエンドロールを取るの大変そう、そうかな、もうブン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 振り回す予定だよ。レナポンは気分屋だからね、そうなんですよね、もう気分コロリコロリコロリって感じ、コロリと気分屋です。しかもね私すごい飽き性なんです、もうすぐ飽きるんですよね、だから続いてることって本当に自分に向いてることの一つなんだろうなっていう、そう受け止めて頑張っています。はい、ポンちゃん忘れないでって、忘れないよ、西川智也さんはもう名前とお顔が一致してるから大丈夫、けんじゃな、ポンちゃんこんばんは、初見です、はい、そういうこと本当にいらないから何回目ですか、やめてください。はい、話し方めっちゃ好みです、よかった、悪い方向に進んでいかなくてすごくよかったです、ありがとうございます。エントロールは髪の毛長い方が芽生えしそうだ、本当ですか、私前髪が長いからねえちょっとよくわかんないんだけど、まあ最近はこうやりたいなっていう気分、こうじゃなくてこうやりたいなっていう気分で髪の毛伸ばしたいと思って頑張っています。 NCT は続いてよかったですね、よかった。明日個別行く、ともきさんお待ちしています、また明日、イッ。ひなぽんは人に流されるタイプ、気分ですね、わかりません、で出かけるのでまた来ます、ありがとうございました、また来てください、バイバイ、今日も綺麗よねって、嬉しい、しぐちんさん本当に優しい、ありがとうございます。エンドロールの時ポンちゃんの髪バッサバサ感かっこいいと本当に嬉しい、もうね私こうやってんだよね、もう私今前髪結んでるんだけど本当はなくてもうこうやってなってる、踊ってる時にしパーチャララーチャララ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 、はーい。新潟の冬って風強いから髪長いと目に、すごーい、それなんです、本当にさくらさんすごい、本当にそれなんですよ、
髪の毛長いともうブブブブブブブってこうなるんです。前見えない、死ぬって思うから本当に短い方が楽なんですけど、まあそうね、まあ、気分ですけど、新潟の冬は風が強い。もう こうなっていくんです髪の毛が。本当にこうなって、誰か中やってますかっていうレベルなんです。本当にそうなんです。とちょっと待ってください5000円の服5着を買うか、2万5000円の服1着を買うか、エナボン決めてください。どういう服にもよるくない？5着があったら、ま、着回しもできるし、絶対将来的に、ま、5着あって損することないけど、2万5000円のがあって、ま、いざとなってる時に着るっていう勝負服があってもいいと思うし、無理です、決められないです。頑張って決めてください。エッグタルトさんのその気持ち応援しています。お腹空きましたね。新潟の米食べてるから NJT メンバーってみんな可愛いの。え、すごい、それみんな聞いたらすごく喜ぶと思いますね。でも私は全然もう本当にそんなことないですね。でも新潟米が美味しいのは本当です。もう本当に美味しすぎますね。もうお米の違いが分かります。新潟県民は自信ある。青森県民の皆さんみたいにリンゴの品種が分かるレベルに、新潟県民も新潟のお米の違いさが分かります。今日のジーコンエナボンが追ってきて楽しかった。なんて言うんだろう、よく分かんないけど楽しんでいただけてすごく嬉しいです。ありがとうございます。そろそろ手紙書こうと思っています。嬉しい。シノンさん楽しみにしてますね。後ろのまっちゃんなんて名前なの？ジェミットです。ジェミットくんです。どこの子です？よかったら覚えて。ジェミットワン、あって感じですね。はい、目がね、そうなんです、目が悪いです。外します、外しますよね。外すとこんな感じ。イエーイ、よいしょ。メガネかわいいと嬉しい。カムサンムニンダー、うん、バービーブーベババーイー、また映画に出てほしいです。ありがとうございます。今年ね、映画にも出演させていただいて、しかも全国ロードショーっていうね、本当に原田泰造さんと共演していただけたりとか、あのその朝ドラでね、あのやっていた葵わかなちゃんと一緒に共演する日が来ると思ってなかったですし、まさか映画っていうのもすごくびっくりしています。そしてそのね、2018年1月27日に全国ロードされた映画ミッドナイトバスが、あの DVD& ブルーレイが11月2日に発売決定しました。よかったら見てないよって方はぜひぜひ見てみてください。新潟県でね、主に撮ったので、県民の皆さんは見慣れた風景がそのね、映画がになって出ているので、すごく懐かしいとか、あ、ここを知ってるっていう風に楽しんでいただけるんじゃないかなって思うので、詳しくは検索してみてください。よろしくお願いします。パルメガネおしゃれだし似合うで嬉しい。ありがとうございます。ジョビルのパン早く見られて嬉しい。エビ食べたいな、エビさん、ありがとう。今日涼しいね。風に注意なんで、ね、風に注意だ。ポンちゃん、私のあだ名決めてるし、えリサちゃんって今慣れてるしな。会ってから決めたいけど、まだ決めないでおく。じゃあちょっと考えとくね。メガネなしのビジナリで嬉しい。ありがとうございます。質問は、あ、それはね、見た人にしかわからないやつなんですよ。本当に綺麗だって嬉しい。優しいな、もうすごい。カンクの方がたくさんコメントしてくれてる。なんだっけなんだっけ、切符出しか覚えてない。チョルマンキップだ、コメントコメント、チョルマンキップだ、カムサンムニだ。かちゃん難しい。ミッドナイトバスよかった、ありがとうございます。見てくださったんですね。そう、プレゼントにファンレターと、まあ、同じところに入れてしていいのかなっていう意味ですよね。大丈夫です、全然大丈夫です、届きます。韓国の味が本当に嬉しいって、本当ですか、嬉しい。そう言っていただけるのが私はすごく嬉しいです。片栗最近出てないですか？さあどうでしょう、近々出るかもしれませんし、まあ、かもしれませんね。はい、
シルブプレ、はい、見てくださってありがとうございます。ブースカさん、ブースカブースカブースカブースケさん、ありがとうございます。ラパファンが増えてよかった。本当にもう韓国の方に出会えてすごく嬉しかった。私本当に絶対プロデュース48出てなかったら出会ってなかったもん。ハングル、ハングル、ハングルサランヨ、韓国愛してます。うまうまだお腹ポンポンって。女優長谷川瑠奈を見させていただきます。ありがとうございます。合ってるってよかった。ミスターサターの声優さん、そうなんですか。あぶぶ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 、びっくりしちゃった。そうなんですね。本ちゃんの今日のエンドロールが怖かった。ありがとうございます。嬉しい。野球生の時から美容気をつけ、え、全くもって、私日焼け止めも塗ってなかったもん。化粧水も全然してなかったし、だから将来が不安だよね。日光に呼びすぎちゃったん。野球生、あ、迎えちゃった。ポンちゃんって小林あつこさんだ。なんか久しぶりに見ました。来ました。パラパパパパ、久しぶりな気がします。違います。佐渡の小葉飴美味しい。本当に美味しい。大好きです。もうただサラダに行ったら絶対買ってるもん。本当に頼まくる。あ、おちてんさんだ。天ぷら食べたいな。お腹空いた。うんうん、モロ君と公園からのジロー、ニロー、フミキさん、嬉しい。今日来てくださってありがとうございました。また遊びに来てください。モロさんと仲良くしてね。好きな野球選手は誰ですか。うん、誰だろう。チーの新田選手、ソフトバンクの先輩。先輩好き。甘いものと辛いものどっちが好き。甘いもの。ポンちゃんただいまだが、ケイちゃん、ケイちゃん、カちゃん、お疲れ、おかり。アナハイム、エンジェルス、汗が割っていたな。そうなんですね。ショールーム久しぶりですよね。久しぶりです。来てくださってありがとうございます。待って待って時間、あ、大丈夫だ。帰り、声がいるな、もう東京、もうすぐ東京。気をつけて帰ってください。今日来てくださってありがとうございます。セカンドはかっこいいイメージ。本当ですか。私はセカンドだよ。じゃあかっこいいイメージかな。セカンドは私の守備位置任せてください。ポンちゃん最近綺麗だよねって。嬉しい。イエーイ。綺麗だねって言われたらもっと綺麗になれると思うから、もう頑張っていこう。もう頑張って生きていくしかないよね。頑張ります。ありがとうございます。綺麗すぎてドキッとするって、え、優しい。コウさんだって。コウってほんと最高だと思う。シーノが一軍に上げたのは俺の後輩のんーナチュラが怪我したからって。東東浜さん、東浜さん、東の浜さん、そんな、え、一軍に上がったんですか。シーノさん、シーノさんだって。新田さん、ふみきさん、ナウバイ俺、あ、りょりょまりオッケー。握手会でまたファンショットが撮りたいって。撮ってください、撮ってください。リナポンは見るたびに気になっていく。でも成長していきます。もうどん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 って感じ。いや、リナポンほんと綺麗になったと思う。前は可愛いって感じだ。え、前可愛いって感じだったんですか。すごく嬉しい。可愛いでも十分嬉しすぎますけどね。よっ、マイトンヨシガリナポン、じゃあ、ありがとう。とくりさん嬉しい。いつもクリリンって言い間違えてごめんね。本当握手すると緊張するんだよね。なんでなんで、緊張しなくてよくない。今日コメントでくれてありがとう。嬉しい限りです。私もビビアンがコメントしてくれてすごく嬉しい。早口になってごめん。ビビアン、ビビアン聞き取れてる。ビビアン、 I love ビビアン。同い年なので同級生として誇り。ゴーヤンさんは同い年なんですね。ラスト高校生活頑張っていきましょう。イエーイ。もうね、高校生らしいこと私全然してないんですよね。もう制服でみんなでウェーイとか撮ってみたいんですけどね。撮ったことがない。お久しぶり。あ、キムさんだ。久しぶりです。韓国語してください。オッケー。英語だけど。じゃあニナの韓国語のその一番最初の1分動画で やったことね。アニアセヨチョヌン NGT48 セガールナイムニダ、チョヌンよるゆるゴプサル、チャルプダテリミナ、チョヌンキャッチフレーズ、タンシネハテイ、
ホームラン。サルブダテリミだ。カマサムニだ。伝わったかな。伝わった？違うかな。伝わってないかな。いやん。グッドって本当に。ちんちゃ？いやん。本当に可愛いって優しい、ありがとうございます。もう少しで終わっちゃう。本当だ、もう少しで終わりますね私の配信。いやお腹空いた。シアンが好きだって。シアン本当に面白いよ。シアンレナーレナーもうシアン本当に面白い。同じ大型だって嬉しい。大型超絶可愛いって嬉しい、ありがとうございます。あれもあれのしゃべり見ちゃった。見せて。そうなんです、今日9時までなんですよね。りなちゃん的にはサッカー男子はあり。え、全然何々男子ありとか全部何でも OK じゃない。嫌いなものないと思う。ひみきさん人連れていく。本当にでもモロさんが行く、下行くっていう日は絶対来てくれないもん。信じないでおく。みなぷんをしてて本当に楽しいって嬉しい。かずあきさんありがとう。終わりの早すぎってね。でも2時間もやったよ。もうあっという間じゃん。ちゃんちゃんこって感じ。お腹すいた、お腹すいた。あだ名変えたい。何かつけてキャラメルでよくない。クラペチーノ取っちゃおうよ。やだやだかな。覚えてるってゆうた覚えてると思う多分だけど。覚えてると思うよ。2時間あっという間。本当に結構長くやったかなと思ったけど結構あっという間でびっくりしちゃってる。もう自分がびっくり。飽きないレナバのショールーム、本当に嬉しい。レナもショールームやってて飽きないっていう皆さんの本当に染めの皆さんのコメントがあるから私は飽きない。コメントが動かなかったら多分飽きててやらないと思う。まあ飽きるも何もないんだろうけどね。ありがとうございます、いつもコメント本当に。もうね、皆さんのコメントのおかげでMC 力も伸びていると思っているので、これからもコメントしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はぁ、お腹すいた。ひやも覚えてるって。もち今日来てくれたくない。違う人かな。クラペチーノ取ったって。早、仕事早。キャラメルで覚えた。もうキャラメル、キャラメル。反応面白すぎ。うそ、嬉しい。イエーイ。ロッキンで初めて生で見てファン嬉しい。ありがとうございます。なんて読むんでしょうか。剣王様で剣王様、様は自分につきました。すいません、ありがとうございます。改めまして、 NGT48 のユースの野球少女高校3年生17歳のレナバンこと長谷川レナです。よかったらインスタグラムやってるのでチェックしてみてください。嬉しい。ぜひこれからもよろしくお願いいたします。これから数年よろしくお願いします。ぜひぜひ。嬉しい、出会えて幸せです。お腹すいちゃった。もうこれが終わったらご飯食べる。ご飯食べるぞ。パンちゃんの虫歯見てみたいので、頑張る、もう頑張れったーって感じ。リッターって感じですね。はい、2個使いました、すみません。鼻の横の点が可愛い、もう豚です。ピックピックピック、豚ですね。今日のメニューは決まってません。足はネイルしてる、しています。あのすごく世の女性におすすめしたいんですけど、ケイトのネイルは足用だと思います。本当に発色が良すぎて全部足に塗ると可愛い。手だとちょっとまあ目立ちすぎかなって感じだけど、足だとすごく可愛いです。青とかすごく可愛いですよ。私は今ちょっとピンクっぽい、赤っぽいって感じですかね。お腹空いた。もうグリ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 お腹が鳴ってる。ほら鳴った。お腹鳴ってる。でもお腹鳴ってるってさ、なんか自分では結構大きい音って思っても周りでは意外と聞こえてないものだよね。今聞こえた？恥ずかしい。いや、ケイト買ってみる。ぜひぜひ、本当にケイトいいよ。ママが買って使って、ママがすごいいいよっておすすめしてくれて、そっから使い始めました。すごくいいですケイト。めっちゃ聞こえたって恥ずかしい。お腹空いてるんだ。一人暮らしだから作ってくれる人もいないから、これから自分自炊をして作って食べて寝て、明日握手会で皆さん会いましょう。
ランキングの方を言わさせていただきます。第10位2位がハルキ。ハルキも一人暮らし大変だけどハンバーグ作ったの羨ましい。ねえも食べたい。10位タラちゃん。タラちゃんかねえ。いくら食べたい。お寿司食べたい。食べれないけど食べてみたい。8位がヤミーさん。ヤミーヤミーさんいつもありがとうございます。はい、お腹すきました。6位がチカさん。チカさんもいつもありがとう。パンダさん本当にいつも変えてくれないのがすごくありがたい。ありがとうございます。そして3位よ。3位よ。そして4位がシャケさん。いいな、シャケ。シャケいいな。シャケも食べたい。もう今食べ物、みんな食べ物いいな。食べ物食べたいな。食べ物食べたいな。第13位が茨城のゆきさん。茨城のゆきさん本当に3個目かな、確か3個目4個目一番最初から見てくれて本当にありがとう。もう茨城のゆきさんと出会えてすごく幸せ。私茨城のゆきさんと握手してるのすごく楽しいです。そして11位がキューチルさん。ガーガーアヒルー、ありがとう。白鳥の時期はもうまだまだか。はい、9位がからしさん。おでんも今食べたい気分だな。なんでからしって言ったらおでんにつながるんだろう。あ、たまこん、たまこん食べた。山形行こう、山形。あれ、ランキング変わっちゃった。どっから行く、どっから行く、出てきてない。じゃあ8位のシルルシンプルレンレンサーさん、レンレーサーさんかな。今日公演ありがとうございました。結構前の方にいてびっくりしちゃった。ありがとう。ちょっと読んでない方見ますね。誰読んでないかな。うーん、あとは、あ、5位の翔太さんかな。翔太さんいつもありがとう。多分ね、お顔と名前は一致してると思われますのでご安心くださいませ。そして3位がピンキーさん。イエーイ、緊張しないでください。本当にもう普通に会話しましょう。そして2位が鉄41つばさん。本当に待って、お顔が忘れたかもしれない。あれ、いや、そんなことない、多分合ってるはず。ありがとうございます。また握手会遊びに来てください。そして1位が LG さん。タワーありがとうございます。カモさん無理だ。チョヌン出てこない。また嬉しい、すごく本当に嬉しいが出てこないの。チョヌン、チョルマン、キップだ、カムサムニだ、嬉しい。はい、そしてたくさんのギフト、コメント、タワー、お星様、コメント受けた、本当にありがとうございました。明日は名古屋で握手会、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。それでは、あ、インスタグラムやってるのでよかったらそれの方チェックしてくださったら嬉しいです。そして8月21日に横浜スタジアムで行われる横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ戦で始球式をやらせていただくことが決定しました。横浜っ子の黒沢壁愛菜ちゃんと一緒にさあの応援させていただくので、よかったら私の始球式の方も応援してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。そして11月の2日なんですけれども、あの私が初めて主演させていただきました映画ミッドナイトバスの DVD& ブルーレイが発売決定しました。11月2日発売なんですけれども、よかったらそちらの方もチェックしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてインスタグラムやっているので、よかったらチェックしてくださったら嬉しいです。はい、それでは自己紹介して終わります。わかるよって方はぜひコメント欄でよろしくお願いします。そして初めましての方はよかったら覚えて帰ってください。いきます。はい、NCT48 の一な球少女、今日もあなたのハートに場外ホームラン。ナイスアティ場外ホームラン、イエーイ。はい、高校3年生セブンティーンのラポンこと長谷川アレナです。今日も一塁側も三塁側も発生側も今日も一塁線プレーで頑張りましょう。皆さん今日一日本当にお疲れでした。それでは観客の皆さんにもいきます。タンシネハッテイホームラン。アニアセヨチョの NGT48 は瀬川のゆみだ、チャルプザテルミだ、カムサムリだ、サランヒヨ、本当にありがとうございました。それでは皆さんまた明日、おやすみなさい。アニョガセヨ、バイバーイ。